ここからはね、カメラ係変わって星野がお送りいたします。星野のカメラ係のこの回のポリシーはメシアを探すことにしようと思います。はい、若干払えて、そしてこのまっすぐ行ったところにちょっと気になるんですが、ここに虫があると到底思いません。思います。上がりに行きます。はい、こういうのはあれ、大通りが一歩抜けたところにあるのではない。やっぱり死に場ではないです。あ、はい、そばですね。死に場がいいです。見つからないね。まあ、せっかく来たからね。メシアが見つかりません。メシアがないんだよ。シリーズは匂いしないんですよ。誰か工藤さんセンサー発揮したいね。沖縄で効力を発揮しないようなだね、さすがに。って言われるのありそうね。いい感じの通り入ったね。すごいシャッター街だね。廃墟感が半端ないね。どっちがいい。2つしかねえじゃねえか。何もねえじゃねえか。そっちもねえ。こっちやな。そっち平和通り商店街もあるよ。お前の勘を信じるわ。平和通り商店街ちょっと微妙なんじゃねえか。あれやここさ、うん、商店街にいる時点で、ね、食べ物屋は期待できないんじゃないか。でもこれ国際通りに行く道だっただから商店街から抜けるそばやってる。そばで書いてあってもう一で食うのはね、はばかれるよ。桜セブンで言ってます。桜セブン、夜あたり開いてそう。ここなんか絵になるんだけど。おっと、絵になってたんだけど、絵になってたよ。行きましょう。これさ、普通にたどり着いたらさ、うん、ないところなんだよね。うん、そこに何を何個切ったけど、かなり濃い味になったの。何個切ったけど、ソーキそば専門。そう、ほら、俺の顔は正しいのではないか。案外いい線つくのよ。しかもなんか安いんだけど、350円なんだけど。本当だ。本当なの。390じゃない。90だ。うん。値上げしたの。スルーしていく方針。ちょっとね、あれだね。地元の人しか入りにくいのに。ああ。目が大体そんな感じでしょ。こちらが大通り出んじゃねえ。とりあえず大通り出てみよう。出てみるの大事かもしれない。ああ、美味しいソーキそばを探す。しかし俺は焼肉が食べたい。焼肉いいね、確かに。美味しいソーキそば探してんだけど、焼肉食べてない。矛盾もいいところだ。矛盾。普通にカメラ寄りすぎたっていうのが見たのかな。あ、右か前、右だ。頑張れ吉田のカメラ。
たどり着け、美味しいソーキそば。しかし、俺が食べたいのは焼肉。どっちやねん、結局。俺も焼肉に島のマーサンの有給ムサーターアンダギーが食ってみる価値はあるの。食って分けてみるのもあるかもな。そうだね、うん、気になるんだけど、ちょっと覗いていこうかね、一回。覗いてみようか、たらしで、うん、男用サーターアンダギーがあるよ。サーターアンダギー一回食ってみたいんだけど、普通にちっちゃいやつ普通に買ってさ、うん、あで、向こうで分けて、あ、うまかったらしね、うん、うまかったら、まあ、また買って。ありがとうございますか。あ、ないです。この黒ごまきなことココナッツがちょっと珍しいタイプです。おお、なるほど。バラ、あ、バラで売ってるの、売ってんだったらそっちの方が。あ、はい、こっちの方がいいんじゃないか。とりあえずバラで、じゃあちょっと何個か、じゃあ一人一個ずつ買ってみる。そうだね。バラでいくらですか。じゃあちょっと一回切って、全然違う、一回切ってちょっと買ってみましょう。